クママ子供たちの楽しいな、できるねといった言葉かけをしてあげることでまた頑張ろうと思います。ピアノレッスンによって乗り越える能力、エゴジリシエンヌという能力を身につけることも大切です。子どもたちはとっても楽しくって、いろいろ先生のお話をきちんと聞いてくれます。頑張る良い子を応援しております。陽気なスピン。させる陽気なスピンでございました。毎日暑い日が続きます。子どもたちも今日から楽しい夏休み、少しずつ共に一緒に学ぶ姿勢で、子どもたちが楽しいな、ワクワクするような気持ちを大切にしております。陽気なスピンでございました。